新時代創価学会の皆さん、こんにちは。まあ、毎日毎日、新コロナウイルスの話題でですね、まあ大変ですね。もう朝から晩までそのニュースで持ちきりですね。皆さんもコロナウイルスに感染しないようにね、あんまり人混みとか行かないようにしていただきたいと思います。さてね、なんでこんなね、疫病が発生するのかということなんですが、これはやはりね、日蓮大聖人様の仏法というのは、立正安国論に始まり、立正安国論に終わるとね、もう750年前に結論をね、立正安国論の冒頭でね、ボーンとね、言っておられますよね。で、私の手元にですね、立正安国論講義、池田大作さんが、まあ一応著者となっておる本でございましてね、分厚い本ですよ。昭和41年ですね、7月3日発行の立正安国論講義、これのね、冒頭で池田大作さんがね、序としてね、述べておられます。これをね、ちょっと皆さん、池田大作さんは昔どういうふうなご信心をされていたのかということをね、よく振り返ってみたいと思います。特に学会のね、そうですね、3世、4世ぐらいになると、もう池田さんが何を言ってたとかね、そういうことをもう皆さんの目の前に触れささないようにしてるわけですね。もう反対に、もう退席に行くし、ね、この破門されてから約30年間ですね、一日も欠かさず、退席寺、本門会談の第五本尊様、そして日顕上人とか、歴代のご上人芸家のね、悪口を言い続けてたということなんですよ。それでは、昔の池田先生はですね、どのようにおっしゃってたかというのをちょっと読んでみますね。序。総本山第67世日達上人芸以下のご監修を賜り、意義深き7月3日を記念して立正安国論講義を発刊で消えたことは、私の生涯における最大無上の光栄であり感激である。本講義を表すことは、至聖凡夫の私にとり誠に恐れ大きいことであるが、ただ私は末法今時の大聖徹日蓮大聖人の一切諸行の幸福を願ってやまぬ大慈悲を伝えるため、国家人類の福祉と安穏のため、かつ子孫末代までの繁栄のため、全根を傾け心血を注いで執筆に当たったことは、私の偽らずですね、信条である。決して我が身のためとか我が学会のためといった偏狂な心からでは毛頭ないと、ちゃんとしたこと言っておられますよね。続きます。立正安国論は文能元年7月16日日蓮大聖人が立宗より7年目御年39歳の時、当時の最高権力者北条時頼に対して提出された第1回目の国家勧業書の、国家勧業の書である。大聖人はね、北条幕府、鎌倉幕府にね、3回ね、国主勧業、国家勧業とも言いますけどね、されたんですよ。その第1回目が、この立正安国なんですね。この書について主従お振る舞い御書に曰く、この書は伯楽天が画布にも超え仏の未来期にも劣らず末代の不思議なにことか、これに過ぎんと。また第26世日観上人は暗黒論をはじめとする、3度の国間における予言がことごとく的中したることに対して、暫時筆を置いて、甲類、
白紙を伝図と述べておられる。まさに立正暗黒論は日蓮大聖人様の磁石交付の開幕であり、かつ末法万年未来永劫に輝く普遍の大理念である。ゆえにこの聖書こそ、現今の混迷する日本構想常なき世界人類の様相を映し出して曇りなく、その根源をつき、これに解決を与える世界平和閣流の一大宣言書であると確信してやまぬ。立正暗黒論の立正とは、仏法のことであり、暗黒とは王法のことである。所詮立正暗黒論とは王仏明号論に他ならない。はい、ここから重要ですよ。よくお聞きくださいね。このように言ってたんですよ。すなわち立正の正とは本門の本尊、本門の題目、本門の階段の参加の秘宝であり、個人の幸福を実現し、さらに政治経済教育等のあらゆる文化の本源となるべき真実の大宗教である。しかして、日蓮大聖人は立宗以来本門の題目を広められ弘安2年10月12日、ここキーワードですよ。弘安2年10月12日に独立本門の第五本尊を五根流をもって、まず発体の高専部を成就、遊ばされ、本門会談並みに、虚偽の高専部達成は滅後の、末帝に唯命されたのであると。まあ、ここまでしておきましょうか。ちゃんと池田先生言ってんじゃないですか。これ日にちは何日だったかな、ちょっと最後の方に見てみますね。池田大作さんが一緒で言ってるのは昭和41年7月3日ですよ。創価学会会長池田大作としてまともな新人やってたわけですよね。ところがその後ですね、小本堂建立あたりからだんだん、信徒からですね財務などと称して、どんどん金がたまってきてですね、で、信徒の数、学会の数が増えてきたということで、だんだん増上満ですね、満身が起きてきたわけです。結局池田さんはね、俺はもうこんなに金を集める力があるんだとね、そしてこれだけ日蓮宗宗の信者を増やしてやったんだ、宗門より俺の方が偉いんだと、こういうふうな慢心が起こってきて、宗門が下であると、そして大石寺に、今でもございますけど、開かずの門ですね、高専堂の暁に門を開けると言われている開かずの門は、俺が開けるんだということでですね、この発体の弘安2年10月12日のご本尊様は日蓮大聖人のお仕事であったけれども、虚偽の高専堂ですねは、俺がやって本門会談を俺が作るんだというふうに、慢心して、この開かずの門は俺があげるんだと、まあ、こういうようなことをですね、小本堂の建立あたりから言い出してだんだんとずれてきたという歴史があるんですよ。今の若い人ね、そういうことをご存じないかも分かりませんけども、ああだこうだとね、創価学会の言い分を聞けばね、自分たちだけが正しいと、宗門はなんとかかんとかね、言ったとかね、いろんなことまあ言ってますけれども、この大聖人様の仏法というのは、ケチ脈宗伝の仏法でございますよ。一代宗教体という御所には、この経は、宗伝にあらざるば、知りがたしとはっきりおっしゃってんじゃないですか。で、こういうの勉強しないでしょ、座談会で。この経は宗伝にあらざるば知りがたしの、この宗伝とはどういうことですかなんてね、座談会で勉強します？しませんよね。
都合が悪いからですよ。そして、だんだん増上間になってきて、その時にいろいろありまして、経本をね、変えたりね、五観念門を。もう大昔にあったんですよ。で、その後波紋にあってから、今のあなたたちの持ってるお経本になるまでに、3回ぐらい変えてるんですよね。で、本門回覧第五本尊という二字は、もうなくなっちゃってますよね。で、簡単な五行にしてね、真ん中の一番重要な本門階段の第五本尊二千大聖人の下手仏法が門弟秘珍されている長儀を飛ばしてね、なんか5分ぐらいで方便本と字掛けだけでチーンと終わっちゃうようなね、だん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 おかしくなっていって現在に至るということですよ。また偽本尊をね、8体作ったということもご存知ですか？波紋になる前ですね、52年路線の前で、昭和52年前に、宗門に内緒でね、8体偽本尊作ったんですよ。日達上人の時ですよ。で、こういうね、ご上人芸家の権能を無視して、内緒でちょこちょことね、いろいろ悪いことをしてきたというのが池田大作さんです。そして、そのうちの一体、日照上人芸家のしたためられた私服の本尊、磁石光線土大願成就のご本尊って言うんですけどね、これだけは、一応日達上人芸家が総学会の本部に行って開眼供養されたんですよ。だから8つだけあったんだけど、1つだけは認められて、7体はですね、今大石寺の倉庫に、眠ってますよ。もうずっとね、もう明らかにデタラメなことをやったという証拠が、偽いた本尊7体です。その7体のうちには池田大作さんのいわゆるお守りご本尊ですね、それを拡大して伊丹本尊にして、東北のどっかの会館でね、拝まさせていたと。で、このご本尊は私と思いなさいなんてね、やってたんだけど、みんなちょんまりして、宗門が全部回収したということですね。さて、そういうことでちょっと話がね、戻りますけれども、今その新コロナウイルスね、猛威を振るってますけれども、これはもう立正暗黒論の大聖人が冒頭でこういうふうに言われてますね。旅客が嘆いて曰くと、近年から近日に至るまでいろいろな災害とか地震とかね、牛や馬が巷に倒れ、天変地異ですね、変なことが起こってると、疫病もね流行っていると、これは一体どういうふうなことですかというところから立正暗黒論は始まるわけですね。そこで日蓮大聖人様はこの客人に向かってですね、これは方々によることであると、そして方々によって全人が国を捨ててですね、そして日本の国には悪鬼ですね、魔が蔓延していると。その魔はどういう魔かというと、立正暗黒論では特にですよ、その当時に、広まっていた浄土宗法然ですね、これがあれですよ、すごい広まってたんですよ。そのために、執権北条時頼にこの立正暗黒論をしたためて、国衆を勧誘して、あなたはこういうね、浄土宗とか、それから禅宗も広まったんですよね。この北条時頼っていうのは引退した後、今でもありますが、鎌倉の建長寺でっかいお寺ですよ。私も何回か行きましたけどね、そこの僧侶になって、そして、裏で政治の実権を握ってたわけですね、これは禅宗のお寺ですね、臨済宗かな確か、そして臨済宗や浄土宗はその北条時頼、要するに、実質的に
全権力を握っておる人間と裏で結託してですね、どん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 政治の力を利用しながら、野心を広めていったわけですよ。よく似てませんか、今と。政治権力におもねいて、そして、自分の宗教を広めたりする今のあれじゃ、創価学会のやってることと同じじゃないですか。で、公明党ってイコール創価学会でしょ。これね、今までは自民党とかね、与党に対してヘッジ、要するにブレーキ役をするということでしたが、今身をですね自民党に身売りしちゃって、自民党とも引っついちゃって与党になってやってると、同じじゃないですか。鎌倉時代のこの李承暗黒論の時代と浄土宗とか禅宗と結託して鎌倉幕府がね、幕府とですよ、やっていったんですよ。大勝利はそういうことをやるから世の中がおかしくなってくるんであると、こういうふうに、李承暗黒論で、まあ、大雑把に言いますとですね、これはもう非常に深い、意味が一言ありますんでね、全部は説明できませんけれども、冒頭はここからもう結論がバチッと出てるわけですよ。それで今どうですか、創価学会の皆さん。創価学会は世界192カ国に、大聖人の仏法を広めたなんて言ってますけれども、その結果がどうなんですか。新型コロナウイルスで中国がまあ発祥なんですけども、韓国、日本とこういうふうになって、ほんで世界中にアメリカだ、ヨーロッパだ、特にイタリアの方もね、学会に多いらしいですけども、ずっと広まっていって、もう最悪ですよね。もう街歩いたってみんなマスクしてね、消毒してください、うがいしてください、手洗いしてくださいっつったってね、マスクも売ってないし消毒液も売ってないということで、これ消息、まあいつかは消息すると思いますけどね。なんで創価学会の仏法が正しかったらですね、こういう疫病が流行るんでしょうか。そこら辺をですね、ガチ創価学会を信じておられる方はですね、私に電話でも何でも言ってね、なんでこういうことが起こったのかね、証明してください。結論から言いますと、創価学会が世界中に広まったからであります。あなたたちはね、日蓮大聖人の仏法を広めておると言ってるつもりですけどね、思ってるつもりですけども、そうじゃないんですよ。波紋以降、池田内閣はですね、日蓮大聖人の仏法、日蓮聖宗の教義、日蓮聖宗のご本尊を盗み取って、そして広めているのは池田創価教ということなんですよ。ですから皆さんはまだ日蓮大聖人はどうのこうのと言うけれども、学会の人、あるいは執行部、いつでも最後はですね、右を向いても左を向いても、はい、合唱してください。 1,2,3 はい、池田先生でしょ。これ池田教を広めてるんですよ。日蓮大聖人の正しい仏法なんか何にも広めておりません、ということでございます。ただしですね、これは必ず収束しますよ、いつかは。それはね、日蓮大聖人様が大悪大善御所にね、このようにおっしゃっております。大事には生髄なし、大悪起これば大善来たる、すでに大放牧放牧国にあり、大乗法必ず広まるべし、おのおの何をか嘆かせたもうべきと。要するにね、こういうウイルスなんかでも、あれですよ、今年の1月からですよ、バーッと急に広まってきたんですよね。それまであんまりそんな徐々にこういうのウイルスの話なんかなかったでしょ。大将におっしゃって通りじゃないですか。大事には生髄なしってね、大悪がバーッと起こってくるんですよ。しかしこれが必ず収まる時が来ると、そうしたら大善が来るということですよ。この大善が来るというのはどういうことですか。創価学会が生き返るということではありませんよ。日蓮聖宗の本門会談の大御本尊様、
これが大いに広まる時が必ず来るとおっしゃってるわけでございますね。大消防必ず広まるべしと、このように、言っておられて、おのおの嘆くことないですよと、ね、このようにおっしゃっておるわけです。あなたたちね、池田大作さんとか、今、まあ、原田実さん、秋谷さんとか、谷川さんとかね、まあ、執行部の連中はね、何をしてるかっていうとね、こういうことをやってるんですよ。これは大聖人様の御所の常任章というところに、このように大聖人様は書いてございますよ。魔の習いは善を冴えて悪を作らしむをば喜ぶことに候と。これはどういうことかと言いますと、この第六の天魔王である現代の一教創価学会はね、世の中にね、魔の力をはびこすことに喜びを得てるわけですね。世界平和なんて言ってますけど、世界平和どころか、あんた PKO にね賛成したり、集団的自衛権に賛成したりして、もう身を売ってんじゃないですか、自民党に。学会内部でもね、公明党って戦争反対じゃなかったんですかつってね、文句言ってる人いっぱいいますよ。魔の習いは善を冴えて悪を作らしむおば喜ぶことにそうと。そして悪をばらまいてることに喜びを得てるんですよ、創学会の今の執行部というのは。そしてあなたはそういう方たちのね、書いたものとか本部座談会とかでいろいろな、ことをね言われ、そして洗脳されちゃってるというわけですよ。これを喜んでんですよ、あなたたち一般のね会員を騙して。創価学会の執行部の連中はね、ああ、うまくいった、俺たちはもう言うこと何でもこの平会員は聞くわーでね、本当にバカにされてるわけですよ。今の創価学会のね、本部の職員サラリーマンでプロのね、創価学会なんて、創価学会がもう日蓮大聖人の仏法とは何の関係もないとね。であなたたちの安置している日観聖人のご本尊なんていうのは偽物であるというのは分かってるんですよ。そして御所に書いてあることも今の創価学会はねやってないということは分かってるんですよ。分かってないのは、はい、皆さんこれを聞いてる今の創価学会ということでございますよ。これにね騙されたらダメですよ。私はね、個人的に意見ですけどね、池田大作さん、今年の1月の2日誕生日ですか、迎えられて、92歳か93歳ぐらいですね。その時にですよ、新コロナウイルスが、ぶわーっと広まったということは何を意味してるかっていうのはね、私、いろいろ考えたんですけど、これはまあ私の私的な個人的な意見なんでね、なんですけれども、池田大作さんがひっくり返って本部総会に姿を出さなくなってもう満9年目ぐらいになりますよね。9年か10年になりますよね。いよいよ今まで隠して隠して隠して、池田先生は元気でございますなんてね、皆様方を騙して、今でもね池田先生元気だと思ってる人いるんですよね。もう脳梗塞2回ぶっ倒れて車椅子生活で重篤な認知症っていうのはね、もう学会の中に働いてた人とか 副会長がね、私の個人的な、情報なんですけどね、もう聞いてますよ。新人間革命もね、本部書籍係の、担当職員がですね、書いてるんですよ。みんなこうやってねデタラメやってるんですよ。昔の人間革命もある池田先生が書かれたんじゃないですよ、篠原善太郎さんという人がですね、書かれたものでございますね。そして、なんといってもいつも言っておりますけどね、一番怖いのはあなたたちの拝んでる偽本尊です。この偽本尊をね、一日も早くあなたたちの仏壇から剥ぎ取りですね、そして、正しいケチ脈のもとですね、大聖寺様の仏法、これはもう日蓮召集しかないんですよ。検証会なんかも今なんか検証新聞を、
駅で配ったりしておるって聞いてますけどね、まあ、私個人的にはそういうのは見たことないんですが、関東あたりでなんか活発にやってるらしいですね。検証会の浅井翔英も創価学会の池田大作さんも同じなんですよ。破門されたらね、検証会も偽本尊作って、ね、創価学会も一緒ですよね。偽本尊作って、要するに一万冊をですねコピーして偽札作って、配布してるのと同じことですよね。いつかは悪いということが分かってですね、要するに罰もらう時が来るということですよ。そういうことがお分かりになった方は、一日も早く創価学会を脱会してですね、正しい信心、正しいご本尊、正しいお経本、正しいご観念門を、朝夕懇行し題目を挙げてですね、日蓮聖宗の信心をされることを切にお祈り申し上げます。特に今の若い方も本当に、この前も話したんで何にも知りませんね。今のそうですね、この前も50歳ぐらいの方とお話ししたんですけれども、小さい時から、創価学会2世の人でしたけどね、昔のことを何にも教えられてないんですよ。50歳と言いますと、今から30年ぐらいですかね、前ですから、若い時ですね、25、6の時に、まあ親が入って自分も入ったっていう感じなんですけれども、何にも教えられてないということですよ。まあその波紋になったんでね、その過去のね、いきさつなんか今全然教えないわけですね。教えたらまずいからですよ。創価学会の執行部から見れば、バカに知恵をつける必要はないということですよ。だから御所の勉強もね、ろくにやってないでしょ。そういうことでございます。まあいろいろちょっとね、雑談的に立正安国論をちょっと用いましてね、お話ししまして、ちょっとまとまってない話かも分かりませんけどね、一応今日はこれにて失礼したいと思います。なお、私は大阪市住吉区に住んでおります。黒川和夫、実名でございます。携帯の番号ね、下に書いておきますんで、なんか脱会相談とかね、いろいろな質問ありましたらね、お電話ください。また東京にね、信頼できる男性の方ですけれども、東京都内に住んでおられる方がおられますんでね、東京関東方面の方でも、脱会の手続きどうしたらいいのかなとかね、そういうことがございましたら、お電話、くだされば幸いです。以上でございます。それではまたお会いいたしましょう。